えっと、先ほど、あの、日経テルト大学のライブ配信みたいなのがあって、で、もともと日経新聞の記者だった後藤さんっていう人が司会で、で、あの、えっと、日銀の審議委員だった原田さんっていう方とお話をしたんですよね。で、まあ、その、日銀の中の人たちがこういう話をするよね、みたいなところを、こう、ちょこちょこと、あの、聞いてたんですけども、で、その、 えっと、ま、そのマネタリーベースを増やした方がいいよねっていうのは思ってたけど言いませんでしたみたいなのが、その日銀のその会議っていうのって、あ、思ってても言わないっていうのがある感じの会議なんだっていう感じが伝わってくるのがちょっと面白かったんですよね。要するにその、あの、ま、今やってる政策、日銀のやってる政策は多分まあ、あの、こういう論理でこういうのでやってますよっていうので、まあ、 ごくごくそのまともな判断で日銀がやってるので、結果として、あの、まあ、ひたすら円安が続いていくってい,っていう感じなんですけど、で、その原田さんが、まあ、その、もうちょっとその、円をく、まあ、巻いた方がいいっていうので、その、当座預金の日利率下げちゃったみいいんじゃねえのみたいなことを言ってたんですけども、ただそれがその、会議では実際言えなかったっていうんでいくと、多分その、 なんか、オーソドックスな方法以外の、ちょっと変わった案を提案して、そのなんか、あの、会議をするというのは多分できない構造になってるんだろうなという感じがしたんですよね。で、一応、その時に話をしてた時に、まあ、あの、 よくある、その、景気の構造。ま、たぶん、あの、その、日経テレ東大学の本編上があると思うので、ま、それ見ていただければ分かると思うんですけど、あの、その、景気の構造って、そのなんか、企業が利益が上がって、で、その上がった利益を使って、あの、従業員の給料が上がって、で、従業員の給料が上がるかの、従業員がいろんなものを買って、で、いろんなものを買うから、それでこう、あの、市場にお金が回って、企業がもう買ってっていうのが、こう、ぐるぐる回るっていう構造になってるよねっていうのが、 割とそれが僕、もうそのモデルって崩れたよねって思ってたんですけど、あの、なんか、未だにそのモデルで考えてらっしゃるのねっていうのが、ちょっと、なんか、あの、先がないな感が強かったんですよね。その、あの、まあ、例えばその経済の教科書とかだと、なんかあの、景気循環みたいなのがあって、例えばその、帽子工場が、なんか、帽子をいっぱい、こう、売れる帽子を作りました。 で、なんかあ、みんなが帽子欲しいって帽子を買うんだけど、そのみんながみんな帽子を買い終わったら、もう帽子って買う必要ないから、その帽子会社っていうのが帽子あんまり売れなくなるよねっていうのがあって、それが景気循環って言われるやつやつですね、まあ。みんなが欲しいと思うものも一通り買い終わるともうみんな買わなくなるよね。で、これって教科書での話で、あの、例えば日本が、まあ日本という国しか地球上にありませんでしたっていうのであれば、多分それは正しいんですよ。 でもその世界って繋がってて、そのなんかイタリアの帽子を買う、その日本人もいたりとか中国人もいたりとかで、その、で、そのさらにじゃ帽子っていうものなら何でもいいのかって言うとそうでもなくて、そのフェンディの帽子なら買うけど、なんかそのドナキャラの帽子だったら買わないみたいな、その結局その好き嫌いの問題っていうのがあるので、その景気循環みたいな、その教科書通りに物事っていかないんですよね。 で、その、まあ、あの、企業の利益が、まあ、もともとその日本って最近その輸出型の企業っていうのは結構利益が上がってるよねってなってるんですけど、じゃあそこの従業員の給料上がってるかっていうと、そのあんまり給料上がってないよねっていうのがあって、で、その給料上がってないけども、まあ、一応お金を持ってる人たちっていうのが、じゃあそのお金っていうのを日本国内に使うかっていうと、まあ、そうでもなくてその海外に投資したりとかしてますよっていう話があって、 で、その海外に投資をされていて、で、その海外の会社はそのお金を使って、あの、バンバン研究開発をして、んで、まあ、世界中から優秀な人を集めて、んで、まあ、いいものを作りますっていう。なので、あの、Google とか Apple とか Facebook とか、あの、GAFA と呼ばれるような会社が、あの、5社 ?GAFA-M?Google、Facebook、Apple、Microsoft?GAFA-M? あれもう1個あった <laughs> えっと、ま、5個かなで、5個の会社の,あの株価の総額を経つと、日本中の、あの、その上場企業の、東証一部上場企業の総額と額が変わんないぐらいになった時期があるんですよね。まあ、今またちょっと東証が上がったみたいですけど、アマゾンかすいません。なので、結局その、あの、IT 系5社の作る、あの、 要は会社の価値っていうのと、日本中のその上企業の価値がほぼ変わらんと。っていうぐらいその IT 系ってすげえ重要なんですよね。まあ結局その IT 系じゃないものって、まあ例えばじゃあその目の前にあるもので、例えばじゃあそのマイクですとかって、別にもうその日本で作る必要ないし、アメリカでも作る必要ないんですよね。だからその世界中で半導体が入って組み立てられるところであれば、どこでもいいから作って、 で、それを世界中に売っ払って、ほんでもうかりますって話なので、その、どの国の企業だからめちゃめちゃ利益が上がりますっていうのはあんまりないんですよね。なので、結果として、その IT 系の企業だけは、その、例えばじゃあ、えっと、iPhone を買う、使うという人であれば、もう Apple にお金を払うしかないんですけど、 でも別にそのマイクとかだったら、どこの会社のどのマイクを使ってもあんまり変わんないじゃないですか。で、まあビールとかでもいいんですけど、なんかまあこのビール大好きっていう人いるんですけど、じゃあこのビールないんだったら別のビールでもいいよねみたいな感じで、割とそのどんなものでも交換可能になってたりするので、で、そうすると安いものが売れるよねっていうのがあって、で、中国ってここ20年でまあめちゃめちゃ景気がいいですよねっていうの,のをなんで景気がいいかっていうと、あの物作るのが安いからなんですよね。 あの人件費が安いからっていうのは最初の頃は言ったんですけど、今は技術力がそれなりにあって、さらに先進国より人件費が安いので、結果としてその中国っていう州だよねっていうことになって、今、上海がロックダウンしてるんですけど、ののコロナのおかげで,で、そのおかげでその上海からのものが入れなくて、世界中でちょっと不景気になってますみたいな、そんな感じになってて、とそと中国から来るものっていうのを、割と世界中の人が欲しがるっていう状況になってますよね。 で、話し物して日本の話に。なので、その、じゃあ日本がそのなんか円安がずっと続いてったら、まあ円が安くなったらそのうちその日本人の労働を、あの、日本人の給料っていうのもドルベースでいくと安くなるから、じゃあその日本に仕事が上がってくるよねとか日本の商品欲しくなるよねっていうのが昔ながらの考え方としてあるんですけど、じゃ例えば iPhone を買ってる人が、じゃあその日本のソニーエリクソンもう日本じゃねえな、日本伝送の 違う、富士通か。富士通のアンドロイドの携帯を買うか。アメリカ人とかインドネシア人とか、そのなんかドイツ人とかフランス人が。買わないんですよ。別にその富士通の携帯がいくら安くなっても買わないで、で、その iPhone を買うんですよ。なのでその円安になったからといって、日本に産業が戻ってくるかっていう、そんな話じゃないよね、と。 で、そのなんか日本のじゃその1ドル200円とかでその円がめちゃめちゃ安くなったからといって、じゃあアップルのサービスで使いませんとか、グーグルのサービスで使いませんとか、アマゾン使いませんとか、マイクロソフト使いませんってなりますかっていうと、ならないんですよ。なのでその、為替が下がり続けたとしても、そのおかげで利益が出るよねっていう構造になってるかっていうと、結構微妙なんですよね。あの、今僕ドイツにいるんですけど、ドイツ結構景気がいいんですよ。 で、なんでドイツ系がいいかっていうと、あの、ヨーロッパ全体で EU という市場があるので、あの、ドイツはいいものを作っているので、ドイツの例えばベンツとかアウディとか、なんか車でいうとミニとか、 で、あの、半導体とかも割とドイツが作ったりとか、あの、まあ、あの、ワクチンとか薬もド,あのドイツのフランクルトとかで作ったりするんですけど、というのがあって世界中の人がドイツの製品が欲しいってなって、ドイツのものがボンボン買われるんですけど、そのドイツのものを買うためにみんなユーロでバンバン払うんですけど、そのヨーロッパの場合って、イタリアとかスペインっていうやる気のない国っていうのも EU に含まれてるんですよ。なのでそのやる気のない国がいるのおかげで、その通貨が高くならないんですよね。 なので、その、なんか、やる気のない国がだらだらと通貨の価値を下げてくれるおかげで、ドイツは、あの、安い通貨価値で物がゅあの、輸出できるっていうのがあって、なので、ドイツは景気がいいですよと。で、その代わり、まあ、ドイツはその EU の方に金を取られて、なんか、ドイツ人が、その、スペイン人とか、ギリシャ人とか、なんか、養ってるみたいな状況になって、ドイツ人的にも、おいおいお前らちゃんと働けよ、みたいなことを言いたくなるみたいな、まあ、そういう状況があるんですけど。 っていうのがあって、その、ヨーロッパっていうのは大きな市場があるので、その、ドイツがめちゃめちゃ儲けでも他が足引っ張ってくれるので、結果としてうまく回るんですけど、その、で、日本の場合ってそこまで優秀な、その、ドイツのような、なんか、めちゃめちゃ価値があって、その、マーケットを取れるようなものを持ってるかっていうと、そうでもないですよね。その、アメリカに何か輸出しますって言っても、アメリカってほとんどのものが自分たちの国に作れるし、で、隣も中国じゃないですか。で、中国の方がもっと安く作りますっていうのがあったりするので、 なのでその、その、日曜、その、なんか、他の国でも作ってるようなものを日本が作って売れるようになるのって相当先なんですよね。その、なんか、ベトナム人が月額5万円で働いてますみたいな、なんか、そのレベルで日本人が働けるようになったら、多分、あの、日本の生に向かれるかもしれないですけど。なので、あの、そういう意味で、その、昔ながらの景気循環みたいな話とか、昔ながらのその、なんか、円が安くなったら、 産業が戻ってくるよねっていう、いやいやもうそんな時代じゃないでしょっていうところを結構日銀の中の人もマジで信じてるんだなと思ってで、多分日銀の人たちって日本のその政府系の中でも経済に関してはトップレベルで賢い優秀な勉強をしてきた人たちだと思うんですよ。なのであの人たちがそのレベルの考えでいくとすると多分日本の低成長っていうのはずっと続くんですよね。まあここ20年ぐらい先進国の中であの日本って ずっと経済成長率低いんですけど、で、それがなぜなのかっていうので、で、その日銀の原田さんも答え知ってるんですよね。<laughs> あの、日銀の原田さんが自分から話してきた話で、その PCR 検査の話を出してきたんですけど、あの、日本の場合は、その PCR 検査を人手でこう、あの、なんか、あの、まあ、あの、その鼻をこう拭った後のやつを培養して、で、それをあの、こう PCR 検査の機械にかけるみたいな手動でやってるんですけど、まあ、ようやく日本も使えるようになったのかな あの、まあ、ヨーロッパとか中国とか韓国とかだと、あの、千葉県の会社が作ってる、あの、機械で、あの、一気にこう、一回で100人分とかチェックするんですよ。でも日本の場合って一人一人がこう、手でやってたりするんで、それはコストがあるよねって話なんですけど、 なんでそういうなんか無駄なコストをかけてやるという日本の昔ながらの仕組みとか、で、その昔ながらの無駄なコストをかけてやる仕組みが悪いというふうに政府が思っていないというところが問題だよねっていうところも同意してしまったんですけど、とはいえでも、その、要は経済のめちゃめちゃ詳しい人とか、まあ、でも、あの、まあ、そういう認識で日本政府が変えられないとすると、まあ多分日本政府は変わらないんだろうなというふうに思ってます。 あの世の中って効率良くなった方がいいよねっていうふうに、まあ、考えてる人とあの、今まで通り何も変えない方がいいよねっていう思ってる人の2種類がいるんですけど、でも今まで通り何も考えない方がいいよねっていう人が数派のままですごく頭が良くて勉強してる人でもそうなんだろうなっていう感じがしました。はい。えー、というわけそれで、えーと、彼氏持ちって知らずにアプローチしてしまいました。恥ずかしいです。この恥ずかしさの消し方を教えてください。 別にそのまま奪い取ればいいんじゃないですかなんかその、あの、なんとなくで、まあ別に彼氏がいるんだったらいいやっていうレベルの話であればもうすればいいと思うんですけど、別にその、最初に付き合った人と必ず結婚するわけではないので、人は。なので、その付き合ってる、今付き合ってる彼女、その彼氏よりもこっちの方がいいよねっていうふうに思ってもらえるっていうパターンもあったりするので、なので、頑張ってみてもいいんじゃないかなと思いますけど。 ナルコプレシーについてどう思いますか、あれ不眠症のほ、えー、となんかあの眠れないという症状のある人は結構いるんですけど、あと、あ,のあんまり寝ないっていう人もいるんですけど、基本的にはあの長生きしないんですよね。なのであの、ちゃんとカウンセリングなり、病院なり行った方がいいと思うので、あのちゃんと寝ないと落ち合い陽一さん早死にしちゃいますよって思ってます。はい ヘリュックさんは以前ベーシックインカムを支給すれば無敵の人は減らせるということをおっしゃってましたが、昨今ではネットやゲームに依存する子供が増えているため、今後発達障害者は増加していくような気がします。金銭を支給するだけではなく、例えばコミュ力を向上させる方法論を体系化して、義務教育に加えることなどして、いかに世の中から発達障害を減らすかという方向で考えないのより、無敵の人は減ることはないのではないかと思うんですが、どうでしょうか。まずちょっと認識の一つ間違っているのは、あの、ネットとかゲームと発達障害は無関係です。 要はそのネットをやるから発達障害になるとか、ゲームをやるから発達障害になるとかは全く関係ありません。あの、一定の割合で発達障害と呼ばれる人が生まれます。 で、あの、発達障害とは何ぞやっていうのって、人間ってあの、いろんな種類の人間が生まれるんですよ。足がめっちゃ速い人とか、そのなんか手先がめっちゃ器用な人とか、計算がめちゃめちゃ速い人とか、計算がめちゃめちゃ遅い人と。なので、必ずあの、ばらつきが出るんですよ。で、ばらつきの中に、その記憶力めっちゃ悪い人とか、そのおっきな音が鳴ると思考が止まってしまう人とかっていう、いろんな種類の人がいるんですよね。 で、そのいろんな種類の中で社会的に生活するときにある程度不便だよねっていうタイプの人を発達障害という枠で呼んでいるだけなんですよ。なので、あの今の時代だとその障害者って全く言われないんですけど、近視の人って300年前とかはほぼ障害者なんですよ。だって目見えねえんだもん。 要はその、コンタクトレンズとかで、あの、視力0.01ですみたいな人って、じゃあその、0.01の視力で、ジャングルに行って、動物を捕まえて、なんか食べてくださいって言っても、もう見えないじゃないですか。動物どこにいるかわかんないし、遠くの方にいてもわかんないから。なので、餓死して終わりなんですよ。 なので、その時代であれば、その、禁止の人とか、遠視の人っていうのは、基本的にはもう、障害者枠で、あの、一人で生活できないよねっていう話なんですけど、ただ、今はもう、メガネというものがありますとか、で、音が聞こえないとかも、もう、いきなりなんか、こう、熊とかに食われて死にますなんですけど、今だと補聴器というものがありますとか。っていう感じで、その、何を障害と呼ぶかっていうのは、社会が決める問題であって、その、なんか、ゲームとかアニメリによってそれが増えてるわけではありませんよと。 で、あの、コミュニケーション能力を向上させるのがいいことかっていうと、僕は実はそう思ってないんですよね。だから僕、その、まあ、遅刻も多くするし、コミュニケーション能力めっちゃ低いんですよ。基本的にあの、人とトラブルをよく起こすタイプなので、あの、その、僕、知り合いでも後ろから切るタイプなんですよね。で、まあ、昔、その、餃子屋さんに関して、あの、 ホリエ・タカフミことホリエ・モンさんと揉めたりとか、最近だと、あの、一応、あの、仲良かったはずなんですけど、三浦瑠璃さんも後ろから切り捨ててっていう、あの、あれ、統一協会のなんか、あの、弁護人やってた人と本出してますよね、中立じゃないっすよね、みたいな絡み方をするみたいな。 なんで、多分その、僕はある程度その社会的なポジションを持ってるので、多分いろんな人と仲良くした方が、多分うまくいくと思うんですけど、なんか、いや、これ違うわねとかっていうのがあると、割と僕はそれが知人、友人でも、あの、ガスガス突っ込んでて嫌われるっていうのをやるんですよ。なので、コミュ力としてはだいぶ低いと思うんですけど、ただじゃあ僕はコミュ力低いんですけど、あの、特に社会的に何か問題を感じたことがないんですよね。 なん,であのなんか日本にいるときも楽しく暮らしていたし、外国でも楽しく暮らしているので。なでそので空気を読んで、コミュニケーションを円滑にするという能力がある人は、それはそれでその能力を使って暮らせばいいと思うんですけど、別にその能力必要ないよねっていう人であれば、全くその能力を使わないでも普通に暮らせると思うんですよね。だからイェール大学の,あの成田先生とかも、あのコミュ力だいぶ低いと思うんですけど、まあ、それはそれであの人もなんか仕事うまくいってるみたいなので。 なので、その発達障害を減らす必要もないし、コミュ力も減らすこともなくて、そのコミュ力がないのであれば、ないなりで別の仕事をすればいいんじゃないかなと思います。えー、こんばんは、ひろゆきさん日本が好きですかフランスで幸せに暮らしてるのはなんでそんなに頑張ってるんですかま、でも別になんか、Twitter でちょこちょこ書いたりとか、YouTube で喋るぐらいだと別に頑張ってるわけではないので。あの、えっと、そのなんか友達をなぜ後ろから切るのかっていうのと一緒なんですけど、あの、なんかその、 うまくいってないものを見ると、いや、こうした方がうまくいくでしょとか、なんかその、嘘ついてる人見ると、いやいや、それ嘘でしょっていうのを指摘したくなっちゃうんですよね。そのなんか、ゴミが、例えば公園でゴミが落ちた時に、あ、ゴミが落ちてるって拾ってゴミ箱に捨てる人っていると思うんですよ。で、あの、他の国だと、その、それ拾ったらゴミ掃除の人の仕事がなくなっちゃうから、あの、ゴミを拾うのは良くないよねっていう考え方もあるんですよ。 で、僕は、そのなんか、目の前で、その、うまくいってない仕組みだけど、これってこうやったらうまくいくんじゃないのって思うと、それを口に出したりとかやってみようとしてしまうタイプなんですよ。で、それでなんか、ゴミ掃除の人が仕事が減ったって言って困ったとしても、知ったこっちゃねえよっていう。だからそういう、そう、知ったこっちゃねえよって部分が、多分後ろから、あの、知り合いを切り捨てるっていう、そういう行動になるんですけど、僕はそういう性格なので、はい、すいません。 えー、統一協会と日本の政界の癒着が大問題になっている昨今ですが、任意の政治家が現在統一協会進派かどうかを瞬時に見極める最強のト定マス主権基地を発 下までご報告します、えー、それは、あなたは性教育はプロの会見についてどう思いますかという質問ですで。ネガティブな回答された場合は要注意、解説。えー、統一教会や文政明の仕分けの技師に対して訴訟リスクを減らすために、徹底して若い信者を性情,性情報、性教育から隔離します。この人は過去,過去間違って統一と関わったけど、名誉挽回した政治家にとっても免罪を負当なものではないかと思います。えー、良いと思ったらぜひお使いいただければ、通信日本がいつまでたっても性教育やプロの会見が住まいで原因ってもしかして、えっとですね。 あの、統一協会じゃない人も、性教育進めなくていいよねとか、ポルノ解禁をやらない方がいいよねっていう人もいるので、あの、残念ながらリトマス試験紙として万能ではありません。んで、あの、結局その、なんかあの、疑わしい人を、あの、弾き出すというのは可能なんですけど、でも別にそんなことする必要なくて、あの、ストレートに聞けばいいと思うんですよね。 例えば最近だと、あの、稲川さんだっけなんか元々防衛大臣かなんかやってた女性の人で、で、なんか12年前かなんかに、あの、統一協会のイベントに出たんですけど、 で、それが女性自身かなんかが取材したら、あの、12年前のことなので、なんで出たのかわかりません。何したのかわかりません。あ、稲田さんね、稲田さん、そうそう。<laughs> だから、結局あの、もう明らかに嘘じゃないですか。<laughs> もう、あの、12年前、そのなんか本人に聞けばいいじゃん。 <laughs> なんで出たの稲田智美さんね。<laughs> ああいうなんかそう、そういうなんかあの、嘘ついたよね。ただ、まあそこって別にもうあの直接聞いて、はいはい嘘ですよねっていうので終わりだと思うので、別になんか回りくどい聞き方せずに、なぜ出たんですかっていうのを聞けばいいと思うんですよね。だからあの、最近もその Twitter でちょっと絡んだんですけど、その維新の会のアタチさんっていう議員さんで、 その、要はカルト規制って難しいよね、とか、なんか憲法を鑑みてなかなかできないよね、みたいな話をしてる人がいて、で、別にその、法の花散歩業とか、あの、オウム真理教とか、あの、普通にその、宗教法人としてのカノさん命令が出ましたとか、あの、詐欺で刑事裁判になってて、あの、教祖が刑務所に行きました、っていうところもあるので、別に憲法関係なく、法律上やろうと思えばできるんですよね。 で、じゃあなんでその統一協会が法律上問題があるにもかからず、その今まで野放しになったかというと、やっぱりその政治が止めてたというのが事実だと思うんですよ。その元々立憲民主党の議員でジャーナリストの有田さんが、まあ警察の幹部の人に言ったら、オウム新教終わった後次は統一協会だよねと思ってたら、政治の力で止められたっていうふうにしたので、まあ多分あれ正しいんだと思うんですよね。 その自民党の青山議員もその自民党の中でその票をせその統一協会の票を配るというのをその派閥の長がやっているというのもまあ言ってたので、まあ、結局統一協会と自民党自体がつながってはいるので、まあ、止めるところがあったんだろうなっていう話だと思うんですよね。でまあもともとその何らかしらの刑事事件が動いているものを止めるっていうのでいくと あの、レイプされましたって言っていた女性がいて、で、そのレイプをした人は、某なんか TV、某テレビ局の人だったんですけど、で、裁判官が、うん、これは逮捕するべきだよねって言って逮捕状を出したんですけど、で、その警察の、その当時、警視庁の部長だった人が、その裁判官の発行した逮捕状を止めるみたいなのがあったりするので、なので、その、政治の力だったりで、割とその、悪いことした人っていうのを逮捕しないっていうのは、日本はよくある んですよねなのでまあまあただあのなんかそのまあなぜその中村さんっていうその警察の人が止めたのかっていうので一応そのあの安倍首相と近い位置にあったっていう話なんですけど、まあ、結果として公安調査庁の長官になって SP を。 まあ、あの、割り当てる人だったんですけど、安倍首相に割り当てる SP の人数が少なかったので、結果として、中村さんのミスによって安倍首相が亡くなったっていう、まあ、別にあの、なんか、その、なんか、因果応報というわけではないんですけど、あの、なんか、世の中ってすごいこう、なんか、漫画のようなストーリーが起こるよね、というふうには思いました。はい。だから、悪いことはしちゃいけないな、と。別に悪いことはしてないのか。 あのその裁判官の逮捕状を止めただけですね悪いことしたわけじゃないですよね、はいえー、こんばんはさっき t w i t t で見たのですがさんの住んでいた隣の町川口に宇都宮線と高崎線湘南新宿ラインなどが止まるみたいです川口に止めるロースは台前からあったみたいですが川口市が頑張って止めるように思い入ったと思います、えー、川口に止まることにどのようなメリットデメリットがありますか変なこと聞いてすみませんあと川口の地下めちゃくちゃ上がります あのまあ、結局その大都会赤羽っていうところがあの、まあ、そのいろんな JR の電車が止まるので便利っていうのがあって埼京線京浜東北線高崎線で湘南新宿ラインとかが止まるので,、まあ、ので赤羽って割と地価が高いっていうのがあって、まあ、あの日本中の人がこう赤羽に住もうとするでその結果こう赤羽の家賃が上がってっていうのがあるんですけどで赤羽と川口って県営特選でいうと1駅なんですよ。 で、南北線でも行けるんですけど、なので、まあ、赤マネじゃなくても、川口でもいいよねっていう人は割と増えると思うんですよね。で、あの、法人で行くと、あの、東京都に作った法人って、年間に8万円 ?7 万円なんか、あの、住民、特別住民、法人住民税みたいなのなきゃいけないんですけど、確か川口で作るともうちょっと安くなるんですよね。で、その、まあ、 会社の住所って別に川口で巻かれも大して変わらんよねみたいなところもあったりするのでなんでそうすると川口の方が家賃も安いしよくねみたいなのが割と増えるかもしれないのでなので川口は結構これから発展する可能性あるんじゃないですかねあのパワーマンションの,あの改築の成功例の第一弾が川口になるのでそういう意味で川口は地元は一応い人多いのかなと思いました えー、親のすねを全力でかじることで、利子付きの奨学金を全額返済できました。君の共演さんも活用して、奨学金が借金であることを広めてくれてありがたいです。<laughs> えっと、なんだろうな。まあ、あの、親が払って、あなたは払ってないっていうのがすげえなと思ったんですけど、まあ、でも奨学金は借金なんで返さなきゃいけないですよね。はい。 え、ひろゆきさんはネットビジネス各コンテンツ販売ってどう思いますかそれ自体は続くと思いますかえっと、ネットフリックスだったり、あの、普通に皆さんが読んでるジャンププラスだったりもコンテンツ販売なので、それ自体も続いいくんじゃないかなと思います。<laughs> え現在36歳バーケーです。いつかのためにモスの資格を取ろうと思いますが、パソコンは全くの素人です。田舎ので益件しかたいパソコン教室は40万ほど周りに相談すると自力でも資格が取れと読みました。ゆうきさんならパソコン教室に通いますか自力で勉強して時間を取れますか私はパソコンは全くわからないのでどうしているか分からなくて読んでます。えっと、自力でやりますね。まあのね、モス、えっと、モス、資格、勉強とかでグ,グると、多分それなりにあの、サイトが出てくると思うんですよね。で、それを無料なので、一通り全部読んでください。 で、その、あの、資格系のサイトを全部読んでみて、で、それでも理解できないのであれば、初めてお金を払うっていうのでいいんじゃないかなと思います。おばんさんホテルの部屋なので、あの、ホテルのラウンジ的なところなので、お片付けをしています。すいません。 えー、スマホ依存に悩んでおります。YouTube、ネットでかなりの時間を無駄に招費しております。制作と仕事用過去、電話と最低限のアプリしか使えないようにする定義がとネット用のスマホに分けて、ネットや普段触らないように遠ざけておくという対策を考えていました。これに対して何か指摘改善やればお願いしたいです。とスマホ依存が悪いのではなくあの、何かやらなければいけないことをやってないという方がまずいんですよ。 ではその何かやらなきゃいけないことがあって、それができないからスマホそのそれができない、それをやらないで、そのスマホだったり漫画だったり、じゃあテレビだったりっていうところに時間を使ってるのがまずいので、本来やらなきゃいけないことが何なのか。で、それの時間を使うっていう方を決めてください。例えば、じゃあその30分必ず英語の勉強をするっていうのをやりたいのであれば、30分英語を勉強したらスマホは触り放題でいいんですよ。なので、そのじゃあ20時から、 えっと、スマホは一切触りません。で、30分勉強したら、その後はスマホ触り放題っていうのであれば、その20時にもうアラーム鳴るようにして、で、20時でアラームが鳴ったらもうスマホはどっか入れて鍵かけるとなるんですけど、で、30分勉強するっていうので、そのスマホが悪いのではなく、やらなければいけないことをやらないというのがまずいんですよ。 なので別にじゃあ勉強じゃなくても、家事でも水中でも洗濯でもいいんですけど、じゃあ何時になったら10分間掃除をする、あの、なんか水上するとか、なんかあの30分間掃除をするとかっていうのを決めて、その通りやる。で、それ以外の時間は別に自由なので、要はやらなきゃいけないことをやるっていうところで逆に逆算で作った方がいいんじゃないかなと思います。えー、廣瀬さん、こんばんは。自称に二十歳大学生の方ですが、最近ラミアにハマっ で店主になるために修行を始めることになりましたですが、ら周りが逆に肯定的な意見ばかりでここまで良いのかって漠然としたものがあります果たしてラーメンのような個人営業の店主を目指すことについて第三者目線での意見取るよくさんの個人的に来てるんですちょっとその僕だったら反対しますけどまあやりたいんだったらやればいいんじゃないかなと思いますあのえっとビジネスをやるっていうのって儲けたいが大事だと思うんですよねあの 美味しい料理を作って人に喜んでもらいたいとかであれば、別に友達に作って出せばいいだけだと思うんですよ。で、儲けたいっていうのであれば、果たしてラーメン屋という事業は本当に利益率が高いのかっていうのをちゃんと考えた方がいいと思うんですよね。その、あの、どうせ儲かるんだったら好きなことをやりたいで、うどん屋とラーメン屋でどっちも儲かります。でもラーメンの方が儲かるよね。であれば、僕はラーメン屋やってもいいと思うんですよ。 ただ、その、ラーメンが好きだから、ラーメン屋をやりますっていうのって全然違う話だと思うんですよね。ただ、あの、修行するのは好きにやればいいと思います。それは結局その、あの、なんか、じゃあラーメン屋さんで働いて、その美味しいラーメンの作り方とかって、ラーメン屋ってこうやって回すんだっていうのを勉強すること自体は、将来ラーメン屋にならなかったとしても、それはそれで自分の経験や知識になったりするので、なのであの、ビジネスをやるっていうことと、好きなことをやりたいは、まず分けて考えるっていうのをやっといた方が、長期的にはいいんじゃないかなと思います。 ただ、好きなことで働くこと自体は続いていますよ、えー。社会人3年目のものです。現在、保険会社の社内水移をやってますが、全く興味が湧かず、仕事でも来られることが多くやみそうです。えー、現在、転職を考えており、実家がマンションの土地を持っており将来、自分がそこを継ぎたいと考えたので、不動産業界に転職ようと考えているんですが、皆さん、どう思いますか、不動産に興味があるのですが、食事やぎ業界が全く仕事をやめた方がいいでしょうか、ご意見いただけると幸いです。 えっと、実家がマンションと土地っていうので、その、あの、マンションと土地の管理をするぐらいだったらいいと思うんですけど、不動産業界は全く関係ないと思うんですよね。要はその、マンションの管理人っていう仕事と、その不動産を持ってる人に営業して、あの、これ売りませんかって言って、買い主をこう探してきて、これ買いませんかっていう、繋げるっていう、不動産屋の仕事は全然違う仕事なんですよ。その、要はあの、 例えば、農家で、その、なんか、畑を耕して米を作る仕事と、コンビニで米を売る仕事って全然違うじゃないですか。要は、農家の人が作った米も、一応コンビニにはあの米としてこう置いてありますけど、それを売るって全然違うんですよね。なので、その、あの、仲介、その不動産の仲介をするっていうのと、不動産を持ってる、で、それの管理をするっていうのは違う仕事なんですよ。 なのでなんか似たような感じではあると思うんですけど、ただそのなんか自分が土地とマンションがあるから不動産屋うまくいくかっていうと全然違う話なので、そこはなんかごっちゃにしない方がいいんじゃないかなと思いますけど、まあ興味があるんだったらやってみればいいんじゃないですか。 えー、電磁波過敏症を発症しました。なぜこの結論に至ったのかを動画にしたが人に信じてもらえません、えー。唯一類似する生活環境と症状を訴えている YouTuber に2回スパチャして両方読み上げられるも一周される。一番人ライブだったんですが再生数が20増えるも再生時間は微増のため釣りとまれている気がする。動画のコメントもっぽいのスシャルっぽいのしかつきません。拡散する案をください。またこの症状を聞いたことありますか最近のマイニング需要で絶対増えたと思います。 えっと、あのこのテキストの中になぜそうなったのかっていうのが説明が全くないので、あの他人に信用してもらいたいのであれば、あの病院に行ってください,いその。体に何らかの症状があって、その何かその症状が出た場合ってあのその、まあ、日本以外の国もそうなんですけど、お医者さんっていうプロフェッショナルがいるんですよ。 あの人間の体の構造を6年間勉強して、その後研修医として病院に何年か働いて、その人間の体の構造機能っていうのをちゃんと把握した専門家っていうのがいるので、その専門家の先生に相談して、あのこういう症状で原因はこうですよねっていうのをちゃんと言ってもらったのであれば、それを利用して動画で出して、で、そのなんかで自発過敏症ですっていうのを言っていただければ、あ、まあお医者さんが言うならそうなのかもねってなるんですけど、 その、あの、770B さんが、その何らかのその医療だったり、人間の体、身体に関しての知識を持ってる人であるっていうのが、僕らはわからない、<laughs> 一般の人は分からないので、あの、何の根拠もなく言ってるだけの人っていうのと、そのちゃんとその知識を持ってる人が言ってるのの差が分かんないんですよね。 なので、あの、もしその、お医者さんとかが信用できないのであれば、今から医学部に通って、6年後に、あの、医学博士っていうのを取って、で、その状態で、あの、なんか医学博士の資格を持ってるけど、人間の体としてはこういう症状が起こらない、やっぱり電ジ波のせいだよね、みたいな話をしていただけるといいんじゃないかなと思います。 えー、22歳大学生です。1年生の時からずっと仲良かったこと、かなりの喧嘩をしてしまい、お互い SNS もらいもブロックしてしまいました。ずっともよもよしていたのですが、就活が始まったり、ゼミで別れたり、いろいろあって1年半ほど経ってしまいました。今から仲直りするにはどうしたらいいでしょうかえっと、共通の友人に頼んでください。あの、ブロック解除したんだけど、もう一回繋ぎ直せないかなって。あの、僕は共通の友人ではないので、あの、僕じゃなくて共通の友人に聞いてください。 えー、スキキライドットコムという書き込むサイトで、とある YouTuber の悪口を書いたら、その YouTuber に懐中請求されそうです。自分としては弁護士を通じて和解ちゃうんですが、YouTuber ーーから慰謝料を約束するコツはありますかえっと、まあ、一般的に、その、どういうことを書いたのかによって、その、あの、まあ、懐中請求というか、その賠償金の額っていうのは決まるんですけど、まあ、平誤りでいいんじゃないですかね。結局、その、本当に裁判にすると結構お金かかるんですよね。 なので、本当に裁判にして、コストをかけて回収したいって思うのか、まあ、これぐらいだったら、まあまあ、相手も謝ってるし、5000円でいいよってなるかっていうのは、もうひたすら謝るかどうかで。で、この2440円は僕ではなくて、そういう YouTuber の人に払った方がいいと思いますよ。あの、なんか、土下座して、こう、肉質の手紙を書いて、なんか5000円ぐらい渡すぐらいの方が多分よっぽどいいんじゃないかなと思います。はい。 えー、フランスではどんなスポーツが人気ですか、今はツールドフランスや全仏オープンなど、有名な国際大会が盛んなと思いますが、実態を伺える、っと思いまなんかねその、まあ、どんなスポーツが流行ってますかとか、どういうのが流行ってますかっていうのが、その日本人ってその、日本人と呼ばれる日本民族と日本国籍っていうのが、ある程度ご、関わってる国なんですよ。 えばアメリカ人っていうのに、そのアフリカ系の黒人さんもいれば、そのじゃあドイツ系の白人とか、じゃあスウェーデンから来た人とか、ベトナムから来た人とか、アジア系の人とか、まあ、いろんな人種がいるので、そのアメリカ人っていうのって、そのアメリカ国籍っていうのを指していて、その民族を特定してないんですよね。 でもそのインドネシア人っていうと、大体インドネシア国籍でインドネシア民族の人だよねとか、日本人っていうと日本国籍で日本民族の人だよねっていうふうに行きがちなんですけど、フランスってそのフランス国籍のフランスフランスしてるその金髪青い目みたいな人って、どっちかっていうと少数派なんですよね。その黒人とか根血とか、 で、そのフランスという国って、あの、ドイツの人とかで、オランダの人とかでも、あの、別にビザとか取らなくても好きに住めて普通に仕事ができるので、その、国籍がフランス人かなんかもよくわからんみたいなので、なので、いろんな人が混じってるんですよ。ほんで、サッカー好きな人もいれば、空手が好きな人もいるし、柔道が好きな人もいるし、ツールドフランスが好きな人もいるしっていうので、いろんなものを好きな人がいっぱいいるよねっていう国なので、その、何が流行っててみんながこれが好きみたいなのは基本的にはあんまないと思います。 ジョニー・アリデーって言われてもね、知らんわなっていう人もいっぱいいますからね、えー。俺の駒、退職者が続出しています。危機を感じたのか、上層部の一人がみんなの意見を聞くので何度も言ってほしいと宣言しました。先日、部署内で決起集会が行われ、例の上層部の一人がゲストとして参加しました。えー、その方に日頃の疑問、要望をみんなで言いまくってたら、左に乗って、所詮お前らは俺の駒なんだよという話でテンションだだ下がりしました。これからも用語を出し続けるために前向きになれる一言をください。えっともう 転職した方がいいんじゃないですか。あの、なんか、かっこいいことを言ってモテたいと思ったけど、あの、その対応ができなかったってらっると思うんですよね。 あの、なんか、俺はみんなの話を聞いてるし、ハラスメントをしないよ、みたいなことを言ってた、あの、性格の悪い診断名をしてる、さか、診断魚目をしてるデブのおじさんがいたんですけど、あの、割とハラスメントしてるっていうのがあったりするんですけどね。本人は、あの、ハラスメントをしたっていう事実を頭の中からすっかりなくしてるから、なんか、あの、俺はまともな上司で人を管理できるんだみたいなこと言うんですけど、いやいや、お前は昔、ハラスメントしたじゃんっていうのは、あの、僕も含め、社員はみんな知ってるので、 割とねなんかそういうのやる人ってねその自分の記憶を解散するんですよね。 過去に同級生や教師をいじめて問題になった人が、現在有名な人権活動家になっています。開始にしたのかと思ったのですが、実際やってることは昔と変わらず、弱者を救うという定で、特定の立場の人を言動を都合よく歪曲集団で攻撃がするか議のエルでした。実際こいつに救われた人もいたのかもだけど、私からすれば永の軸も、意事軸です。人権家ってみんなこうなんですかえー、こんなやつでも善人面ででームやデルミに出ちゃう世の中、組織用が物言うというか闇だなと思います。 ええと、その人がある程度有名なのであれば、あの、ツイッターとかで、その、過去こういうことをやられましたっていうのを書くと、割とあの、その、字幕を集める昨今なので、なんでそうやってやり返せばいいんじゃないかなと思います。割とその、あの、元いじめっ子だけど、綺麗事を言う人って結構多いんですよね。で、さっきその、自分の記憶を解散してる、死んだ魚のしてるおじさんの話をしたんですけど、あの、いじめっ子って、自分がいじめてるという認識がなかったり、記憶を解散したりするんですよね。 なので、俺はなんか弱者を助けてるんだ、みたいなことを言って、余計被害者を増やしてるってパターンもあるので、なので、あの、i t t e r とかで、あの、こういうことやりましたよね、何々さん、みたいなので、告発をするといいんじゃないかなと思います。えー、32歳バ追イ女です。離婚した者のスキルもなく転職活動に行き詰まってます。エンジニアであれば未経験知識なしでも入社しやすいと言きましたが、職種としてブラックというイメージがあります。未経験で全く知識がなくても、そんな簡単に入社し、継続的にやっていけるものでしょうか無理です。 あの、結局、未経験知識なしで入れるような会社はブラックです。では、その、あの、未経験だと、まともなプログラムを組めるかどうかもわかんないじゃないですか。なので、ね、そんなやつを雇って回そうとしてる会社って、基本、ろくでもない会社なんですよ。もしくは、他の人がどんどんいなくなるから、あの、本当にクズでも採用しなきゃいけないっていうやばい会社なんですよ。なので、あの、基本的には、その、まともなエンジニアって、やっぱりある程度の経験があ で、まともなエンジニアって判断できるので、なんであの未経験を取ってる会社にまともな会社が少ないっていうのは正解だと思います。ただ、別にエンジニアがブラックな企業多いかっていうとそうでもなくて、あのすごく、一般の他の産業に比べたらエンジニアの環境はだいぶ福利構成いいと思うので、なので早めにこう知識と経験を得てっていうのになればいいんじゃないかなと思いますけど。 えー、スイスの年収が日本の2倍弱らしいのですが、物価は2倍、3倍らしいです、えー。ちゃんと調べてないですが、本当だとした場合の話、相手こがどこでもいいです。日本の方が年収が低くても物価の差で買えるものの量が多いならいいのではなと思ったんですが、その辺の遅くなしで日本低賃金だからとにかく問題みたいな番組が多くて、あまり腑に落ちなかったんで広くても活躍したいです、えー。日本人が天然収だから海外旅行必要ねって話がわかります。 えっと、あの、そういった場合の物価っていうのは外食と比べてることが多くて、あの、スイスとかって、あの、スーパーで買うと別に野菜とか食い物、肉とかそこまで高くないんですよね、パンとか。なので、例えばあの、フランスの物価、えっと、フランスだとラーメン一杯食うのが2000円近くかかるんですよね。なので、えっと、1800円。 1 0 0円と、えっ、ー、と、一風堂でラーメンを食おうとすると、日本円で1800円分ぐらいかかるんですよ。なので、高いようなってなんですけど、でも、あの、パン、あの、バゲットってフランスパンが1ユーロとかで売ってるので、130円ぐらいで買えるんですよね。なので、あの、バター、もバターの値段は日本,日本よりフランスの方が安いので、なのでフランスで、その、あの、バター買って、パン買って、で、野菜もこっちの方が安いと思うんですよね。多分、3分の2ぐらいの値段ですかね。 なので、あの、家で、その、なんか野菜とかパンとか買ってきて、あの、食事作りますっていうと、多分日本よりコスト高低くなるんですよね。なので、その、要は日本って物価が安いから幸せだよねっていう形で、多分日本いい国だよねって言おうとしてるんだと思うんですけど、あの、割と普通にその、あの、食材をスーパーで買って料理する分には、日本の方が安いんじゃないかな、ああ、そのフランスの方が安いんじゃないかなと思うんですけど、 あと、あの、まあ、日本でもあるかもしれないですけど、あの、フランスの場合って、その、ま、パリの場合って、あの、スーパーが野菜が、量り売りがメインなんですよ。一応パッキングされたやつもあるんですけど、その、ちょっとずつを、あの、量り売りなので、例えばじゃあ、その、なんか、インゲン3本だけ欲しいとか、 で、じゃあ、その、野菜スープを作りますって、日本の場合って、じゃあ、その玉ねぎをなんか、あの、袋詰めの買って、なんか、あの、ピーマンも袋詰め買ってとか、なんか、どんどん多くなって、あの、一回野菜スープ使った後も野菜余るってなるんですけど、そのなんか、インゲン三本と唐辛子は一個だけとか、じゃあ、その、あの、パプリカも一個だけ買いますとかっていうので、その多くの種類のものをちょっとずつ買うっていうのが可能なんですよね。で、無駄もないので、腐らないっていうのがあったりするので、 な,のでなんか普通にお金があんまりなくてその自分で調理できるって言うので暮らしたいっていう人はヨーロッパとかの方が暮らしやすいんじゃないかなと思いますけどねただまあ,あののまあその料理できないです外食ですってなるとあのヨーロッパとかかなり厳しいと思いますけどチューリッヒでハンバーガーのセット2人で頼んで5000円ぐらいいったかな。 なんか、ちょっと高めのハンバーガーだったんですよ。なんとかスペシャルみたいな。で、なんか、あ、これ美味しそうだなって言って、僕とうちの彼女が頼んだら、合わせて5000円くらいだって、あの、バーガーキングで5000円かーみたいな。えー、僕はキングダムの、あ、ちなみにこのビールは、えっ、ー、とね、1.45ユールだったので、200円くらいですね。ドイツで買いましたけど。というわけで、えっ、ー、と、ビールが飲み終わったので、そろそろ。 終わりにしようかと思いますあれ ?1 時間 ?1 時間半 ?1 時間ちょっとくらいか。はい、えー。僕はキングダム台本です。好きなキャラはベタすぎますが大きいです。えー、オの巨漢男だが一番人気なキャラって珍しい漫画ですよね。他のキャラでもキングダムだけはなぜかでかいじじキャラをかっこよく持ってしまいます。もしキングダム読んだことがあれば好きなキャラを教えてください。絶賛キングダム2公開中なので皆さん興味のあをご覧になってみてください。僕、漫画は えっと、大きい死ぬぐらいまでは読んだんですけど、なんかアニメとか映画は見てないんですよね。なので、あの、キングダムは、あの、漫画は割と面白いと思ったんですけど、ただ僕はあの、漫画は基本終わってから読みたい派なんですよね。あの、途中で待つのが嫌なので。なので、あの、ワンピースとかキングダムは、あの、早く終わればいいのになぁと思って見れます。あの、その、面白い漫画ほど早く終わって、あ、ネタバレしちゃいました。すいません。はい。あの、<laughs> えっと、行き続けます。はい。<laughs> えー、28歳、無職、独自オーナー。給付金受けながら職業訓練の経理事務課に通ってます。簿記に給取ろうと思ってます。何か意見やアドバイスあったらお願いします。えっと、あの、僕のことどうでもいいビール飲んでる分に2000円払うぐらいだったら、あの、参考書を本屋さんで買って読んだ方がいいんじゃないかなと思います。あの、おっさんの話聞いても時間の無駄なので。 えー、こんばんは。以前、京都で町屋の改修工事をして、賃貸物件を増やしている件でコメントをさせていただきましたもので、所有物件が増えてきたので、宅建を昨年取り、不動産業を先日開業しました。しかし、勢いで開業したものの、集客に悩んでいます。仕事帰れば今まで付き合いのある不動産業者さんにお願い、過去手数料折半で、勉強料としてお支払いということで話を発表しております。売買仲介の経験を積んでいきたいところですが、集客で苦戦します。経験も知識のない、過去40歳女性です。 えっと、あの、多分、暇なんだと思うので、あの、きちんとその、かす部屋の写真だったりとかを、天気のいい日だったりとか、照明をちゃんと当てるとかで、その、きれいな写真を撮って、かっこよく見せるっていうので、ウェブサイトに来るようにした方がいいんじゃないかなと思います。 あの、なんだっけな、なんかね、デザイナーズマンションばっかり紹介している東京の物件紹介サイトとか、その、なんか、おしゃれなところに住みたいよねっていう人もいたりするので、なので、そういう、その、おしゃれな方向でめっちゃコス、その、まあ、批だと思うので、コストかけて、あの、その、なんか、この家住んでみたいよね、みたいな形を見せるといいんじゃないかなと思いますけど。 えー、えっと、あの、1時間ぐらい巻き戻してもらえると、あの、だいぶ喋ってスパシャを飛ばしました。すいません。えー、釣り好きが高じて離島に移住しました。せっかくなので釣り YouTube を始めようかと思っており、動画を数本出しましたが、全く見ませんでした。今後どのようなコンテンツ作ればいいでしょうか。ちなみにフルタイム正社員でそこそこ忙しいです。アドバイスお願いします。で多分諦めた方がいいと思います。あの、結局その、 あの、なんかすげえ釣れるとか、すげえマニアックな魚が釣れるとかで、タイトルで人が引っ掛けられるのもいいんですけど、そのタイトルで引っ掛けられないのであれば、基本的にはその検索してくる人はいないっていうことなんじゃないかなと思いますけど。えー、FX に依存しておりやめられません。過去には3桁の損失も出しており、損失のことを考えるとど,んどん持ち込んでしまいます。しかし過去の損失を取り返したいという気持ちが抑えられずやめることができません。どのように過去の行動に整理をつければいいでしょうか。えっと、禁止参者として登録してください。 あの、もう、あの、中毒になってるので、あの、どんなやり方をしたとしても損するだけです。で、あの、もう多分、今までの経歴で、あの、FX では損をするっていうのはもう証明済みだと思うんですよ。なので、あの、もう、あの、お金をかけなければいいっていうだけの話なので、勝てるようになることはありません。 なので、あのもう、その、自分はギャンブルできませんっていうので、クレジットカード切るとか、その FX の証券口座解約するとかっていう形で、もうあの、一生その FX に携わらないって方がいいんじゃないかなと思うんですけど、えー。友人がトマト農家をやっていて、この時期になると大量に形の悪い廃棄トマトを大量にもらいます。確保1日20キロ程度するそうです。J、JA、に出すため形を絞らないとダメなんです。このような日本の農業どう思いますか、まあ、結局その、買う人たちが決めるんですよね。 なので形の悪いものは買わないっていうふうに庶民が考えてるので、なので形の悪いものは廃棄するっていうのがずっと続いてるんですよね。なのであの、えー、っとその形の悪いものだったとしても売らなきゃいけないよねっていう法律にするか、もしくは一般の人たちがその形の悪いものを うんただ、あの、形の悪いものを安く売ればいいじゃないかっていうのって、結果として農家の人の収入が減っちゃうんですよ。いや今コメントで嫌買うよとか私買うって書いてあるんですけど、あの、あなた方買ってないんですよ。要は、形の悪いのと形のいいものが同じ値段で売ってた場合、どっちを取りますかっていうと、みんな形のいいものを取るんですよ。なので結果として、形の悪いものが残るんですよ。 でもじゃあ安いんだったら買うよってなると、結果として農家の収入が減るんですよ。だって、あの、トマトをさ、安いからって言って、じゃあ2倍、3倍食うかって言うと食わないじゃん。だからトマトを1個しか食わない人に対しては、形が良くて同じ値段だったら形の良いのを買って、形の良くないものは余るっていうだけなんですよ。なので、あの、形の良くないものを買うよって思うのであれば、形良くないものを同じ値段で買いますっていう人がいないと成立しないんですよ。 なので、そのなんか、日本のそのなんか、あの、その食料事情を良くしたいとか、その中あの、なんかな、そのあの農産物をなんか、あの、その地,地,地産地消したいみたいなことを言うのであれば、あの、高い値段で形の悪いものを買うっていう習慣を作ってください。結局そこら辺はもう無理だと思うんですよね。変えようがないと思うんで、なので、もう無理なんだよねっていうふうに僕は思っちゃいますね。あの、まあちょっと話が変わるかもしれないですけど、あの、化粧品会社が、 あの、綺麗なパッケージ。まあ、パッケージって結構お金かかるんですよね。で、そのなんか、例えば香水とかだと、めちゃめちゃ高い瓶に綺麗な包装がされていて、あの、高い、あの、箱に入ってるんですけど、で、全く同じ商品を包装しないで、3割引きで売ってたら買いますかって質問すると、その質問されると、あの、全く同じものが包装されてないんだって、3割安いんだったら買いますって答えるんですよ。でも、店頭に並べると、 放送したものを買うんですよ。ではその放送されてないで安っぽい瓶に入っているものを買いたいと思わないんですよ。 なので結局その人ってあの見た目がいいものを欲しがるっていうのがあってあの聞かれたら買うか買うって言うんだけどあの例えばじゃシフレっていう化粧品があるんですけどその保存量もなくて包装もしてなくて安いんですけどやっぱあんまり流通しないんですよであの日本中で流通してる化粧品ってあの CM バンバン売ってる資生堂のものだったりとか大手化粧品会社のものだったりするんですよなのでその宣伝とかにコストをかけた方が結果やっぱ売れるんですよ っていうのが、あの、まあ、人間そういうもんだよねって話なので、なので、あの、そこはもうなかなか変わらないんじゃないかなと僕は思ってます。あ、チフレですね。すいません。えー、宗教詳しくないですが、昔の記憶でオウム真理教を見て怖いな、カルタを壊せるとパワーされるんかなくらい思ってないですが、統一協会にもそういう脅威とかあったりするんですかえっと、あの、オウム真理教は頭が悪すぎたので、人を殺そうとしてしまったんですよ。で、人を殺してしまうと、結果として日本政府は弾圧するじゃないですか。 それはやべえよねってなるので、なので人を殺すメリットがないんですよ。で、むしろそれを活かし続けて、あの、絞り取って、そのお金をの、お金を払い続けて全くいいんですよね。なので、あの、その信者を殺そうとするっていうのは経済合理性に合わないんで、そういう意味でいくと、オウム真理教は、あの、本当に宗教をやろうとしたんだと思うんですよ。その、 要は自分たちの信じてるものというのがお金よりも大事だと思ったので、その殺すべきであるとか殺すとかっていう殺人に行ったんですけど、経済合理性で考えたらそれやっても損するだけなので、なのでその宗教的な価値観とお金どちらが大事ですかっていう質問した時に、オームの人たちは実はお金よりも宗教的な価値観の方が大事であるっていうより宗教的な人たちだたと思うんですよ。 で逆に言うと、統一教会の場合って、お金の方が大事っていうのを、要はその、日本が、あの、払ったお金で、あの、韓国の本部が儲かるっていう、そういう構造の宗教なので、なので、日本人からお金を巻き上げるのが正しいよねっていうのが、あの、日本の統一教会の考え方なので、なので、そういう意味でいくと、その、ポア的な信者を殺すみたいなことはしません。はい。え、外食が高いだけなんですね。なんかその辺も報道番組ならちゃんと説明をしたいなと思いました。ありがとうございました。えっと、その、なんか、 あの、割とその、現地に住んでない人に、なんか、ポロっとその、聞いたことをそのまま報道しちゃうっていうのがあるっぽいんですよね。なので、あの、本来、の、まあ、その、例えば、じゃあ、外食の値段で決めたら外食高くなるよね、で、で、日本の人って、働いてる人って、ランチとかで外食するのが当たり前じゃないですか。 のが昼飯500円とか500円、昼飯1000円とかで、あの、ま、外食2000円って高いよねってなるんですけど、その、フランスパリで働いてる人とかって、昼外食なんか行かないんですよ。で、あの、普通になんか買ってきた弁当とか、あの、バケットとか食ってたりするんですけど、で、夕飯も、あの、会社の近くで食わないんですよ。家帰って夕飯食うんですよ。だから、あの、もう5時とか6時になると、会社終わると、みんなすごくさと家に帰って、家で飯を食うんですよ。 なので、そもそもその、日本の文化と、その、フランスだったり、ドイツだったりとかっていう、その、海外の人って生活の文化が違うんですよ。で、あの、キリスト教が強いので、働くことということが正しいことだと基本的に思ってない人が多いんですよね。そう、金のために働いているだけですと。なので、別にあの、働きてくないんだったら働かないし、休みだったら働かねえよっていうのがあって、あの、 あの、うちの泊まってるホテルの近くになんかね,、えっと、ね、600年前に作られたレストランがあるよっていうのをうちの彼女が言ったんですよ。要は、600年間ずっと営業を続けてるレストランがあると。で、おぉ、それは面白そうだっていうので、昨日の夜行ったんですよ。したら、あの、その、<laughs> テーブルと椅子は置いてあるんだけど、今日は従業員が足りないので営業停止しますって書いてあるんですよ。 600年間営業を続けてきたんですけど、あの、従業員働く気がないから営業できないっていう。なので、あの、そうなんか600年の伝統と文化を守って俺たちは働くんだとかではなくて、あのもう暑いし嫌だよ、働かねえよっていうので、従業員がいない。 っていうでまあ、別に僕、ほら、あの、まあ、その、車で来れる距離だから別にいいんですけど、なんかその、わざわざ海外からこのレストラン行きたいって来て、行ってみたら、やってねーとかだと、すげえなと思うんですけどね。はい。まあまあ、そういう国です。はい。えー、ボーダーコリーのルビーと YouTube を行っており、1ヶ月半で収益化し、えー、初回動画が16万回生成されました。ペット系チャンネルで10万人くらいまで伸ばすので、おす,すめの終わりますかうんこたぶいいかお願いします。 えっと、あの、動物が寝入る時の、あの、では、なんか、うとうとして寝ちゃうとか、そのなんか、寝起きで寝ぼけてるとか、ああいう、そのなんか、動物がちょっとぼけたことをやる系の動画って再生数伸びやすいので、そこら辺の、あの、意識して撮るといいんじゃないかなと思います。 えー、会社で嫌われており、有給所管も出勤しなければいけません。休むと仕事が止まり、クレームが来ます。会社を置こうとしません。クレームが来て責任を取らされます。やめてほしいのかもしれないですが、今年35ということもあり、転職が厳しいです。結婚の予定もないです。有給をきちんと取りたいんですが、どうしたらいいでしょうかえっと、でも、大企業っぽいんだったら、まあ別にそのままダラダラい続ければいいんじゃないですかあの、多分その、それなりに大きい会社だとすると、クビにすることっていうのもなかなか難しいんですよね。 なので、あの、評価はされないけど、まあ、組にはできないよねっていう状態を維持して、だらだら暮らして卒業するっていうのもいいんじゃないですかね。 2歳の子供がいる25歳女性です。以前、鑑定勤務をしていて、お金を使うことがなく、900万貯金があります。先に投資について知り、ジュニアニーサー積み立てニーサを始めたのですが、夫は嫌がります。投資イコール危険、楽して稼ぐというイメージがあり嫌なようで、説明しても納得してもらえず、動画を見せようとしても許反の。効率よく資産運用していくために、夫に協力してもらいたのですが、何か伝えたかな伝え方などアドバイスもらえないでしょうかえっと、定期預金にお金を入れますって言っちゃえばいいんじゃないですか であの定期預金と同じようにほぼ元本保証ですよっていうのがあったりするのでなのであの実質定期預金だよねっていう形で説明するといいんじゃないかと思うんですけどまあがその預金もダメだっていう人であればちょっと難しいと思うんですけど、えー、本を読むのは世間的に良しとされテレビゲーマーはダメというのは何で,でしょうか本もモニターも用意すれば視力は落ちるし物語読み進めるのもロールペンゲームを進めるのも同じ気がします黒い本もあれば学習用のゲームもありますよねまああの ゲームを知らない人が思い込みで決めてるという話だと思うんですよね。本でも別にあのエロ本とかいくらでもあるので、そのあの、良くないものとか子供が見るべきな本っていうのもあるんですよ。なのでそのゲームのことも知らないし本のことも知らない人が割と本もなんか子供の影響にいいんだみたいなのが思うんですけど、あの、家畜人やプーとかを子供に読ませるとあれ良くねえなっての分わかるんじゃないかなと思いますけど。 30歳最地持ちの発達障害と適応障害持ちで介護勤務で現在休職しています。8年勤務していましたが、コミュニケーションがなかなか気づけない協力さんのアドバイス通り手帳の手続きを進めていきつつ、そこの農業はアスリートの知に行っと思いましたが、昔ながらのやりがどんぶり勘定で10月までの一緒が不安です。介護で行くか農業で行くか考える悩んでます。アドバイスお願いします。と、長期的に考えたら農業一択だと思います。あの、まあ、取ると介護って体力持たなくなるので、 なので、農業は割と日本だと、あの、70歳で農業やってますみたいな見たりするので、まあ、その作物にはいるんですけど、カボチャとかだったらきつくかもしれないですけど、なので、あの、そんなに苦労しないで作れる農作物の方向に行けばいいんじゃないかなと思います。 え、山上の供述が安倍さんが特定の宗教と結びついていると思い込んでやったという直接話法で報道させるのに違和感がありませんか思い込んでやったという趣旨の供述をしているという間接はそ法じゃないのは違和感がないですかそこら辺は、あの、メディア側が忖度して勝手に書いてます。なので、要はその、まあ、ちょっと前にも言いたんですけど、その、 あの、勘違いしてる、思い込んでる、みたいな報道もセットにしなきゃいけないので、その、ただ犯人の言葉をそのまま伝えてしまうと、それはそれでその、何か悪さをした人がメディアで自分の主張ができるということになってしまうので、ある程度メディアがその発言を変えるというのは、やらざるを得ない部分があると思うんですけど、ただ、あの、まあちょっと忖度しすぎなんじゃないかなとは思いますけどね。 え、アラフォー独身女です。私は昔から外泊ができません。外泊をすると母親に会えなくなる家がなくなってしまうので、あと不安に今日、えっ、ー、と、不安を感じます。不安障害と診断されましたが、治療方法がないようです。昔から母親は私より兄に手がか,かり、私は寂しい思いをして育ったため、母親への執着などの共依存になってます。いずれ一人暮らしできるようになるにはどうしたらいいでしょうかちなみに母親は家でしたり、私と離れたことはありません。えっと、一人暮らしの必要はなくて、彼氏を作ってください。以上です。 でその、彼氏を作って彼氏に依存するようにしてください。誰かに依存したいんだと思うので。あの、まあ、その母親がいるから彼氏作らなくてもいいやっていうのなんかもしれないですけど、あの、母親先に知りますよ。えー、北海道から鹿児島で原付 VS ヒッチハイクだとどっちが勝つと思いますか勝ちに行くのであればヒルウクさんならどっち側につきますかえっと、女の子がヒッチハイク側だったら女の子のヒッチハイク側につきますね。 結局、その、車、あの、原付きだと高速道路に乗れないんですよね。なので、あの、女の子でどうしても名古屋行きたいんですっていうので、あの、高速の近くとかで言えば、まあいいよ、名古屋ぐらい旅行カテラーっていう人って結構見つかったりするんですよね。なので、なんか、その、いや、すげえ不細工とかであればなかなかきついんですけど、あの、割と魅力的な見た目の人であれば、あの、小っちゃい区の方が効率はいいんじゃないかなと思います。お。 ブラウザが固まる的なやつが起きた。あ、あのこっち大丈夫か。えー、っと。ひろゆきさんは自分のことを自己愛性パーソナリティ障害だと思いますか思いません。私の友達が他人を異様に見下すことで自分を保っていて、ひろゆきさんとそっくりと思いますかあ、僕はあの、えっとね、見下してるわけではなくて、あの、頭が悪い人に頭が悪いって言ってるのって事実だと思ってるんですよね。例えばその1、1たす1は3だよねって。 っっって言ってて言る人ががいいたたとしたらうん頭が悪いよねって僕、これ事実だなので、えっと、その人をその評価を下げてるとかでもなく、純粋に事実を言ってるんですよ。だからその死んだ魚をしているデブのおじさんも、あ死んだ魚をしているデブとか、あくまでその事実を言ってるだけなので、なので、誰かを下げてるとか見下すという話ではないんですよね。 えー、人気女性 VTuber の甘根かなた城がバーチャル埼玉から文京区へ引っ越しをしようとした際、仕事内容を配信業と答えたら、資金金を5対後に家賃3ヶ月前払いと条件を付けられたと泣き言を話してました。文京区という地区か、せちがい配信業への偏見はどこも同じでしょうか と別にね、配信業がどうこうというか、文教区がどうこうというわけではなく、あの、不安定な仕事の人だと、いきなりお金払えなくなって、で、そのな,なんか家賃滞納っていうパターンもあったりするので、そのリスクに対応するって話だと思います。なので、あの、文教区だったりとかって話じゃなくて、不安定な仕事って話です。配信業の問題でもないと思います。 えー、古い写真館で使われていたオーバンカメラで地球を撮れるよう改造しました。普通のチェキを知ってる人からするとびっくりするぐらい綺麗なチョキを撮影できるので、これに、えっ、ー、と、シノゴインスタントという名前で流行らせようと計画中です。えー、試しに福岡の中洲の路上で無料でいいの道端楽しみに撮りませんかと声かけしたところ、二人にしか撮ってもらえませんでした。やはり無料で撮影となると怪しまれるのでしょうかはい。なので、やるんだったら、あの、なんか、 天神、福岡の天神、天神あれなんか福岡天満宮なんだっけあの割と有名な観光名所とかで写真が撮りたい人がいるところでやった方がいいと思います。 えー、日系の大手ゲームメーカーに勤務してる30歳男です。最近仕事にやりがいを感じず職場の人とも仕事の話しかしないため、もっとため楽しく働ける環境を転職したいです。現在役職はなく、職種は企画です。年収は同級生より多くもらってると思います。転職の後押しと可能性などアドバイスをください。えっと、ま、転職しまくるしかないと思います。あの、企画の仕事って相性もあるので、あ、打財布天満宮のことでした。すいません。 なので、あの、いろんな会社に対象のあるところを見つけるっていう方が早いえんじゃないかなと思います。あの、結局人によってその相性って違うので、その、あの、すげえみんなで、あの、突き詰めて、徹夜とかする方が楽しいよねっていう人とか、もしくはくじごじで、あの、さらっとしてる方が好きだよねっていう人もいたりするので。 えー、カットのどいなかに新金収納して9年目の農家です。現在、法人化を済ませる程度には利益を上げており、特定技能外国人の賃金もとよりで30万円をコンスタントに超えておりますが、給0をかけても日本人の応募が全くありません。本当は日本人を雇用したいのですが、どうしたらよいと思いますか月給50万で募集してください。えっと、外国人に対して30万で払ってるっていうのは、割と払ってるよね。だから、日本人やと言いたいんだから30万で来てくださいっていうのって、日本人の人は30万でと来たくないという話なんですよ。 なので、日本人が来たい値段にすればいいので、例えばじゃあ月給100万円ですって言ったらすぐ日本人が集まると思うんですよね。なので、その、日本人を雇って、その日本に貢献したいという気持ちがあるんだとすると、もっと高い値段を払うというのに残念ながらなります。でも、そんな金払えねえよ、農家の売り上げでっていうのも、それも正しいと思います。なので、基本的にはその、農家っていうのはそこまで収入を上げられないという状況なので、あの、えっと、これの答えを言うと僕、農家に嫌われるんですけど、あの、 農家はもっと潰れるべきだと思ってる派なんですよ。で、例えばその、えっ、ー、と、じゃあ、100ヘクタールの農家があります。潰れました。で、隣の家がその農家を買って200ヘクタールになりました。で、そうすると、まあ、単純に売り上げ倍になるじゃないですか。 で、その、まあ、あの、労働力っていうのも、実は倍です、必要かというとそうでもなくて、労働力自体は1.5倍ぐらいで結構あの、生産できたりする場合があるんですよね。そうすると、利益率が高くなって、利益が多くなるんですよ。なので、農家っていうのの数が減って、農業方針がガンガン増えて、一つ一つの農地が広くなった方が、結果として農家は儲かるようになるんですよ。なので、その、その、僕は農家の数が減って、 で農家がもっと儲かるようにした方が結果として農業っていうのの継続性が良くなるよねと思ってるんですけど残念ながら僕の考えが実現することはないですなぜならあの小規模の農家というのがいっぱいいた方があが票が得られやすいんですよ。 で、小規模な農家の人っていうのは、潰れたくないので、要は自分が同じことをするだけで暮らしていきたいと思ってるので、なので小規模農家が生き残るように、あの自民党はその政策を活かすし、で自民党にその農家の人っていうのは投票し続けるので、なので僕が言う形にはならないと思います。 えー、フレアバーテンダーとお酒やシェーカーを投げてカクテルを付け上げると,とてもニッチな職業があります。広めるためにイベントをしたり大会をやったりします。ひろきさんのはどのよういうフレアバーテンダーを広めていきますかあの、トム・クルーズがやってる有名なその、あの、カクテルだっけっていう映画がありますよね。あれのそのなんか割とうまいバーテンダーの人ですよね。で、あの、なんかね、自分の娘に、あの、その、 哺乳瓶のあのミルクをそのバーテンダーの人が上げる動画っていうのがあるんですけど、で、あれもすごいおしゃれにその、あの、その哺乳瓶の粉を入れて、お湯を入れて、で、こうあの、お湯の温度を確かめてっていうのを出すっていう動画があって、それも結構バズってたりするんですよね。なのでそういう感じで、あの、生活の中でもそういうのがあると、そのおしゃれな感じで楽しいよねっていう、そういう動画とかを撮ると、あの、こういう仕事面白そうだなって思う人は増えるんじゃないかなと思うんですけど。 えー、チョコミント好きは未亡である。僕はあのチョコレートを、あのそのなんか混ざってないやつの方が好きなんですよね。靴、えー、の通販会社でそう見ています。商品の金が悪く、カビが生えていたり、猫がおしっこをしている商品を売っています。猫は4人が話し飼いです。こんな会社はどう思いますかまあでも、それでも利益があるんだったら問題ないってことなんじゃないですかね。えー、最後に手を振ってさよならし,しさいさよなら、さよなら。これ、淀川永春さんのものでした。 ていてわけで終わります。えっ、ー、と、先ほど BS でカズレーザーさん主体のにニコニコの歴史のような番組を見たんですが、ニコニコの印象は何かありますかまた将来ニコニコはどうなりますか ?YouTube に追いつけないと思うのですが、通常を補填するためのコンテンツは願いかと思か <laughs> といますが、そういえばすっかり忘れたんですけど、今日放送でしたね。BS であの、なんか当事者が話すってやつで、あの、ニコニコ動画の当事者で栗田さんと、 あの、開発の小泉さんと、あの、ユーザーとして百花繚蘭さんと僕が喋るっていう、そういう番組を、BS のどれなんだろうなんかどれかで、ね、やってました。23時とかで、ね。探せばネットに上がってきちゃうんすかね。はい。まあでも、なかなか厳しいんじゃないですかね、ニコニコは。 28歳の脳です。診療内科の IQ テストで小学生、小学1年生レベルと診断され、いろいろとショックです。どなたか反統一協会の署名運動を発揮してほしいです。ここまだと広木さんが言うように、今の政府は問題なんてなかったことにすると思います。IQ が小1レベルの僕ですら危機感を抱いています。えっと、署名運動しても変わりません。結局、署名運動でいっぱい署名を集めたとしても、あの、特にその自民党の人たちはそれで何かをしようとは思わないので、 なので、その、野党を応援しているという形にするのと、あと、割とその、あの、ネット上の意見に結構、日本の政治家って動かされるんですよ。で、自民党っていろんな人がいるんですよね。あの、ま、がっつり、その、統一教会に、あの、入り込んじゃってるし、弱みに握られてるので、範囲と統一教会で動けないですっていう人もいるんですけど、別にもう統一教会とか、あの、関係性切った方がいいんじゃねって思ってる自民党の議員さんもいたりするので、 なんでその自民党の議員の中で反統一協会の人が声を出せるようにした方がいいと思うんですよね。なので僕は割とその高市さんを攻めてみますけど <laughs>、あのそんな感じであのネット上で割とやり取りをするタイプの政治家の人にあの統一協会についてどうするべきだと思いますかっていうのをあのガンガン聞きまくるっていうのをやると割となんかあのこういうの潰した方がいいよねって言ってくる人も見つかるんじゃないかなと思うので。 なので自民党内でそういう人が多くなってって、そういう人を応援するよねっていう空気感を作った方がいいんじゃないかなと思うんですけど、今のところただ自民党内ではその、 なんか統一協会良くないよねっていうのを言ってるのっていうのが参議院に受かった青山さんっていう人ぐらいなんですよね。ただ青山さんっていう人もあの人もあの人で結構微妙な人だったりするのでちょっと旗頭にするには結構微妙なんでもうちょっとなんかあの自民党内で影響力のある方であの公明党の支持を得なかったので当選した小野田さんが あのー、まあ、公明党嫌いっていうので、岡山で受かったので、そういう意味ではありかもしれないですけど、ただ小野田さんも、その統一協会どうするべきかっていうのを言ってないんですよね。なので、そこら辺もちょっと小野田さんが言ってくれるといいんじゃないかなと思います。暇な人聞いてみてください。 具体的には山上は安倍が統一協会と結びついているのでやったという直接話法で供述しているはずだと思うんですが、事件直後から警察が客職して公表しているのか、報道が前者同じ忖度をしたのか、やはり違和感ないですか。まあ、基本違和感はあるんですけど、ただ、あの、基本的には事件報道って大体そんな感じですよ。 あの、結局その直接話法で話させてはいけないってい、そのまああの犯罪者がそのあの話できるようなの言えないよねっていうのがあって、その警察側が湾曲する場合もあれば、メディア側も湾曲する場合もあるので、なので直接話法が間接話法にあるというのは一般的なことなんじゃないかなと思います。というかちょっとバタバタしてましたけど、あ、あえっと、じゃあこれで最後にします。 えー、今回の参院選で動物愛護一本の公約で当選された議員さんがいます。これは快挙だと思いますし、日本の動物愛護の関心が増えてきた証拠だと思います。日本では国会で動物愛護の質疑は少ないんですが、フランスは動物愛護に関心が高い議員さん多いのでしょうかまあ一応フランスってあの、ペットの生体ヘンマが禁止になるんですよね。なので日本よりは割と動物愛護は進んではいるんですけど、ただ、フランスの動物虐待はひどいんですよ。 あの、ま、あ今ぐらいの時期って、あの、バカンスって言って、1ヶ月2ヶ月旅行に行くんですよ。ま、あ1ヶ月ぐらいかな。なんで、その6月の末ぐらいから、ま、ああの9月の頭ぐらいまで、まあ、1ヶ月ぐらいどっかに旅行に行くんですけど、このシーズンって、えっとね、捨て犬捨て猫が、あの、す、数万頭だったかな、出るんですよね。要はその、 自分の家の近辺で捨てると家に戻ってきちゃうから、あの、例えばじゃあその、まあ、日本で言うと、東京から、じゃあその、秋田にバカンスに行くとして、帰ってこれないように、埼玉県とかで捨てるんですよ。要は、秋田で捨てると匂いを辿ってバカンス先に来てしまうかもしれないし、で家に近いと家に戻っちゃうかもしれないから、ちょうど中間の何にもないところで捨てるんですよ。で、捨てる時も、その、犬が気に入ってるぬいぐるみとかと一緒に捨てたりするんですよ。 で、あの、いぐるみだ、好きって言って遊んでるうちに、高速道路でブーンって行っちゃうみたいなのを、ざらにやるんですよ。っていう、あの、本当にひどい奴らの国なんですよ。動物愛護、もちろんあの IC チップとか見れてて、あの、その、戻したりするんだけど、あの、戻すのもめんどくさいから、野良で、だいたい死んだりとか、あの、その、普通に殺されたりとかっていうのが多かったりするね。 で、その IC チップで一生懸命戻したとしても知らねえよ、受け取らねえみたいな人もいたりするので、その動物愛護が進んでる国でいい国だよねって表現をする人もいるんですけど、あの動物に対してひどいことをやってるっていう量で言ったら、フランスの方がよっぽどひどいことやってるので、なんかその表向きのフランス綺麗だよねみたいな話だけで話すのはいかがなものかなとは思います。はい。 というわけで、あのど、動物愛護はね、日本の方がまだ進んでるかもしれないですけど、ただ生体販売はやめた方がいいんじゃないかなと思います。はい。まあ結局その生体販売で売れなかった犬とかが、まあ、その安くや引き取るところとか、まあその、が安く引き取って、で、多頭飼いとかして、で、ボロボロな状態で病気とかになって、まあ早く死んだ方がいいよね、みたいな感じにしちゃったりっていうのがあったりするので、なのでやっぱりその、きちんとしたブリーダーさんしか、あの、犬が売れないという状況にした方がいいんじゃないかなと僕は思うので、 だって、もしそういう活動に興味がある人は、あの、坂上忍さんが、あの、千葉で、その、保護犬の保護猫を使ってビジネス化して、なんとかそういう、その保護医の保護猫を減らそうとしてたりするので、興味がある人は、坂上チャンネルを見てみるといいんじゃないかなと思います。まあ、坂上チャンネル見いいほどじゃねえやっていう人は、あの、日経テレ東大学に出てる、 あの、なんか、あの、ビールを飲んでるおっさんと、イエール大学の成田先生が、あの、坂上忍さんと、話をしてる動画を見ていただけるといいんじゃないかなと思います。あれ後編まだ出ないよね前編が、一昨日出たあれ後編も出たすいませんあのぜ、前編、あ、後編まじでゃでないか。前編まだで,ですね。はい。興味がある人は見てください。というわけで、以上です。はい。バタバタと、すいませんでした。あの、前半の収録間違いのやつは後で消しておきます。お疲れ様です。いい